ピードスケート高木美帆、フィギュアスケート坂本花織。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。この度は名誉ある最優秀選手賞に選んでいただき大変光栄に思います。私が今この場に立っているのは、私一人の力ではなく、厳しくも温かいご指導をしてくださる先生方、一緒に練習してくれる仲間、そして、日本スケート連盟やスポンサーなどたくさんの関係者の皆様のおかげだと思っています。この場をお借りして心から感謝申し上げます。来シーズンに、すいません、そして、今シーズン得た経験は来シーズン以降につながるいい糧になると思います。とても間違えました、すいませんそして来シーズンミラノコルティナオリンピックのプレシーズンになります。今年以上にレベルアップして良かったと思えるシーズンを試合を増やしていきたいと思います。そしてこれからもトップで居続けられるよう自覚を持って行動し、より強いチームジャパンになれるよう頑張ります。今後も皆様のお力添えをいただきながら初心を忘れず精一杯努力していきます。本日は誠にありがとうございましたはい、坂本花織選手よく頑張った、いい挨拶でした、ありがとうございました。今シーズンは本当に序盤からその勢いよくいけて、で全日本選手権の前にグランプリファイナルでまず優勝することができて、で初めて優勝できて、その嬉しい気持ちを忘れずにこう全日本に挑ん で全日本も練習の通りやっぱりできたのですごい嬉しかったですし、世界選手権の前はちょっと体調を崩してしまってなかなかこう思うように練習はできなかったんですけど、でもそれでも短い期間の中でしっかりと練習を積むことができたので、それはやっぱり今まで その経験とかも含めて、過去の自分に救われたかなという感じがした世界選手権でした。スピーチも披露されてましたけれども、やってみていかがでしたか？ちょっとやっぱりまだ滑るよりは慣れないので、やっぱりもういっぱい噛んでしまって何言ってるか分かんない状態だったんですけど、でもこれもいい経験だなって思いました。来シーズンはやっぱりオリンピックのプレシーズンになるので、本当にそのオリンピックシーズンの前っていうのは本当に大事なシーズンで、今まで以上にやっぱ頑張っていかないといけないので、また改めて気を引き締めて頑張っていけたらなと思います。坂本選手、来季はまたずっとショートカットで、いや、伸ばします。伸ばします、はい、今切ったのはちょっと気分転換、はい、1年間で結構伸びたので、あ、こんだけ伸びるんやったらまた切れるなと思って、多分シーズン始まったらまたポニーテールができるぐらいまでには伸びると思うので、もういっばっさり切りました。競技中はやっぱり短いのはちょっと邪魔です。邪魔です、はい、邪魔です、邪魔です、邪魔です。そうですね、昨シーズンは、順位で言うと、今までの中でも、結構いいシーズンを過ごすことができたのかなというふうには思ってはいるんですけれど、そのレースの中身だったりそのタイムっていうところで言うと、まだまだ満足できない試合も多かったので、形として残った結果にとらわれることなく、自分の課題に、向き合っていきたいなというふうに、思うようなシーズンでした。終わった後に初めて、姉とヨーロッパ旅行にも
行ったりもしていたので、なんかもう、あ、もう1ヶ月前かっていうのが感覚なんですけど、すごく次のシーズンに向けていい、リフレッシュできたと思います。プレシーズンにもなるんですけれど、スピードスケートの方は ISU の そのスケジュールが大きく変わって、少しまだ戸惑っているというか、こうどんな風になるんだろうっていうのが、予想できない、できていないところもあるので、そういうところはこう綿密にコーチやスタッフ陣と、対策やコミュニケーションを取りながらイメージを作りつつ、ミラノの、その次にあるミラノオリンピックの時期っていうのをしっかり想定して取り組んでいきたいなっていうのがまず一つあるのと、または自分のスケーティングをさらに、よりなんて言うんでしょう、確固たるものというか強くなれるようにこの積み上げていきたいなというふうに思います。思ってたよりもすごく順調に進んだシーズンだなって今シーズン思ってて、ね、まあ、去年の3月に怪我から復帰して練習し始めたんですけど、まあ、その時は割と世界選手権出れたらいいねぐらいの結構話とかしてたんですけど、まあ、グランプリあたりから思ったよりその4回転のこう戻し具合だったりとか、まあ、試合間の慣れっていうのを割と早くこう取り戻せて、で全日本選手権とかも、まあ、いい演技とかすることができたので、まあ、そこは本当に計画性としては本当に今シーズンはよくできたと思いますし、またまあ、来シーズンだったりオリンピックに向けてもっともっと高い目標を持って頑張りたいなっていうふうに思いました。マリニン選手とかの得点見てどうやったら逆転できるかみたいな、もうそればっかり、それ終わってトロントに行く時の飛行機で、まあ、ローリー先生とかカロリーなど父と一緒に飛行機乗ったんですけど、待ってる間にずっとその話してました。来シーズンどうやったら勝っていって、そうです、少しでも追いついていけるかっていうところでこうもう細かく点数をこう見ながらこう構成を組み合わせて、まあ、まずは4回転トリプルもう1本増やしてやっていこうっていう話をしました。まあ、4回転ももちろん大事ですけど、やっぱりこうフィギュアスケートなので演技力っていった部分ももちろん大事にしていきたいなと思ってるので、まあ、本当にトータル、なんていうの、オールラウンドを目指して頑張りたいの。まあ、龍一君が怪我をして、まあ、試合に出場することができない期間があったんですけど、その、まあ、辛い期間を、まあ、2人で乗り越えることでさらに強くなったかなっていうふうに思います。あなたはできるからっていうふうに常に言われていました。まあ、復帰直後にどうしてもジャンプのタイミングだったりリフトの感覚が自分のタイミングというよりその感覚に戻らない日々が長かったのかな。そういった時にどうしてもネガティブな言葉が出やすかったんですけれども、その度に力ちゃんの方からしっかり大丈夫、絶対できる、あなたはできるからっていう言葉を常にいただいてました。私ネガティブでそれよりさらにネガティブになっているので、あなたはできるんだよみたいな私よりポジティブじゃなきゃダメなんだよみたいな。でもさ、確かさ、なんかとりあえずなんか褒めてくれって俺頼んだんだよねやっぱりなんかスローとかリフトってどうしてもこう先生は私の方にフォーカスしちゃう時があって、その時に彼が僕も頑張ってるんだ褒めてくれっていう風になってから先生も私も褒めるようになりました。やっぱりまずは健康に1年過ごすっていうことですかね。まあ、2年連続どちらかが怪我をしているので、今年はもうシーズンの始めから終わりまで怪我なく健康に過ごしたいと思います。ジュニアグランプリに出ることが目標で、その2戦が決まってすごく嬉しかったんですけど、その後からも先生方や応援してくださっている方々のおかげで結果を残すことができて、すごくいいシーズンになったなと思いました。来シーズンも自分の魅力っていうのを皆様に届けられるように、そして感動していただけるような演技ができるように頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございます。